テテは、現代フランスのフォーク、ロック、ポップミュージシャンである。自ら作詞作曲、アコースティックギター演奏を行う。アフリカ系の血を引くが、音楽的には、アメリカの影響が大きく、アフリカ音楽との直接の関係はない。フランス語のほか、英語を流暢に話す。1975年、ダカールにおいて、セネガル人の父とマルティニーク人の母の間に生まれた。 テテとは、ボロフ語で同種の意味である。1977年、両親の離婚の伴い、母親と一緒に、フランスのボルドーに移住。その後来た、フランスに移った。9歳の時に、ソルフェージュとバイオリンを習うが、10代は、ボブ・ディラン、ジミ・ヘンドリックス、ボブ・マーリーなどを好んで聴いていた。16歳の時に怪我で入院していた時に、母親からギターをプレゼントされる。 17歳の時、ナイジェリア出身のイギリスのフォーク、ファンク、ロックミュージシャン、キザヤ・ジョーンズに衝撃を受け、黒人でありながら、フォークやロックができるのだということを理解させてくれた人、音楽の扉を開いてくれたと語っている。1998年、パリに出て、地下鉄の駅や街頭、バー、ライブハウスなどでライブを重ね、2000年にソニーエピックと契約した。 メジャー契約後も、精力的にライブを行い、現在も年の公演数は100回を超える。2004年、アラファブールでエル・オトムナが、フランスの権威ある、ビクトワール賞にノミネートされた。同年6月、NHK 教育テレビの、フランス語会話で、テテが紹介され、日本でも知られるようになった。同番組で2005年4月から1年間、オープニング及び、 エンディング曲にモントリオールトラとチェイブが使われた。2011年4月から半年間、NHK ラジオ第2放送の毎日フランス語初級編でオープニングにラブラブラブとプティーシャンソンが使われた。サードアルバム、ルサクルでレミング初のアメリカ録音となった、ホースアルバム、夜明けの最初の輝きに続き、2013年に、フィフスアルバム、裸のままで、を発売。 そして2014年には初の英語詩曲を集めたミニアルバムホームブリュー52を日本限定で発売している。今までに来日無休回を数え、ナイジェリアの女性歌手アシャ、フランスのトリオといったアーティストとの共演する一方で、沖縄や九州、四国など小さなライブハウスを巡るツアーも行っていて、2015年にはシンガーソングライターの金友流と一緒に放棄、 クワーキーツアーを観光。またサウンド的にも、ブルーズへの系統からギターをオープンチューニングに変え、その力強く響くアクースティックギターに、独特のメロディー、そしてその一度聴いたら忘れられない声から生み出される、音楽は、まさに、ワンアンドオンリーの魅力を持っている。またキリンカンチューハイ氷結や森永乳業の企業、CM などでもてての歌が使われた。 2016年9月18日に開催された、くるりが主催する、京都音楽博覧会2016に出演した。2004年9月、プロモーションで、初来日。2005年3月、初の日本ツアー。2007年5月、2度目のプロモーション来日。2007年9月、2度目の日本ツアー。2010年11月、3度目のプロモーション来日。 2011年4月、3度目の日本ツアーが予定されていたが、3月11日の東日本大震災の影響でツアーが中止になる。2011年10月、3度目の日本ツアー。朝霧ジャムにも出演。2013年5月、4度目のプロモーション来日。2013年11月、4度目の日本ツアー。初めて沖縄でも公演も行った。 2015年3月、5度目の日本ツアーを行う。金雄流と共に、姫路、徳島、京都、名古屋、横浜、東京をめぐった。高風サブロー、ポップフランセーズ名曲101徹底ガイド、音楽出版社、ISBN 978から4から861710346。ありがとうございます。